はい、格闘宅ニュースゾウの雑白です。今回は平達郎 UFC 10月15日戦急遽中止、日本人ファイターの呪いについてです。なんと我らのポンデリングよりも甘い顔を持つ平達郎選手の試合がなくなってしまいました。まあ、相手側のトボジャーク選手の都合ということでした。ただ日本人選手のフライ級においてキャンセルが相次いでるのが現状です。平達郎選手も今回が6戦目なのですが、まともに試合ができたのは3戦目だけです。1戦目は対戦相手の体調不良で延期になり、2戦目は対戦相手が体重超過しました。それでも試合を飲んだのが平達郎選手です。で、3戦目のアギラー戦、これは普通にスムーズに試合できました。ただ4戦目はやはりホドリゲス選手が体重超過で今回も中止にしました。今まで体重超過も認めてたのですが中止にし、で5試合目なんですけども、これはもうショートスパンだったので最初から 58.9 キロの契約で戦いました。ただこの試合少し危ない場面もあり、体重の変化によるコンディション不良が見えました。そして今回ようやくランキング戦にたどり着いたと思ったトボジャーク戦なのですが、なんとなんと相手の都合によりなくなったのです。そして日本出身ファイターといえばマネルのケープですが、マネルのケープはなんと UFC 4勝2敗7キャンセル1デブと散々です。せっかく若い時期に UFC に来たにもかかわらず、キャンセル、キャンセル、またキャンセル、ゴンドーゴンドー、雨ゴンドーみたいな感じで、もうキャンセルの嵐です。そして我らの堀口恭司選手も、ベラトールのフライ級を作るということになって、まずレイボグ戦が決まったのですが、レイボグ選手も退場作れずに終わってしまいました。そして今度は、ベラトールのフライ級タイトルマッチということで、新竜誠こと高橋さん、と戦う予定が高橋さんにアイポークが決まってしまい、そのまま亡くなりました。本来これ勝っていればベラトールの2階級王者になれたのですが、試合がノーコンテストになってしまったのです。このようにフライ級というのは試合が決まるまでが試合というか、まあ、ほぼほぼ試合が決まらないのが日本人および日本出身ファイターと言えるでしょう。すべてオギチャンネルのせいと言えます。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週土曜はライジン前夜祭、日曜はライジンの後にライブ配信でライジン44を皆さんで語り合いましょう。ライブ配信ご覧ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。